戻ってきましたね。はい、声聞こえてますか？びっくりした。首洗いの池があるところだね。そうだね。こんにちは。こんにちは。今回は愛知県名古屋市の桶狭間古戦場公園にお邪魔しました。歴史的な地であるとともに、心霊スポットとしての一面もあるようですね。打ち取られた今川義元の首が現れた義元首洗いの泉や、触れると熱病にかかるとされる義元馬つなぎの根津などがあります。地域は今川義元の霊や落ち武者の霊が出るという噂が絶え間なかったようです。まずはまだ明るい時間にお邪魔しました。思ったより普通の公園と思ったら、ドドンと銅像が。他にも合戦のジオラマや首塚の大開き、戦死した地を示す石碑など、多くの歴史的な記録を見ることができました。今川義元戦死の地。そして噂の義元首洗いの泉。今は水は少なくて洗えるようなスペースはないさそうだなっていう感じ。そうだね。他にも義元馬つなぎの根津という根津の木は触ると熱病にかかるなんて言われているそうです。そして何より一番やばかったのが、というわけでやってきました夜。今回は幽霊と話したり姿を見たり、霊的な現象を捉えるアプリゴーストチューブっていうのを利用してみました。最初は2人で話しかけてみます。こんにちは。立ってください。初めて使うアプリに戸惑ってます。このピピピっていう警告音は何ぞ？一応磁力系が反応してるみたい。ファズモフォビアでいう EMF みたいなものかな。そうなのか、うん、このピコピコはね、かなり鳴ってるイメージあったね。そうだね。そしてやはりゴーストと対話を試みるなら一人検証は欠かせません。うん、こっからは二人で別行動をしました。はい。ノアルは首洗いの泉の前で待機。こんにちは。とはいえ、一言エレメンタルって言われて終わっちゃったので、泉から水の流れを頼りに下流の方に、で、今川義元が根城にしてたってされるエリアのベンチに座ってました。ベンチの上にね、人と思ったんだけど、これは向こう側の何かの影かな。公園を一周してまたベンチに戻ってきて、一応ね、影の隣に座って話しかけたりしてました。戻ってきましたね。偶然だとしてもテンション上がりましたね。一方、真宙は戦死の地と合戦の地で待機。こちらは警告音も多くて言葉も多い様子でした。ゴーストチューブがどういった仕組みかは分かりませんが、ノアールと比べて反応の数も多いのは気になりましたね。確かに場所による変化はあるみたい。もしくは人にもよる。猫です。まあ正直なところ全然怖い場所じゃなかった。そうだね。というのも、実は近くにお化け地蔵と呼ばれるお地蔵さんがいて、そこで供養されてからはぐんとお化けの目撃情報も減ったらしいね。ああ、昔は幽霊がたくさんいたよっていう場所かな。そうだね。割と明るいし、心霊スポットの中ではかなり行きやすいところという感じでした。みんなも行くなら虫除けスプレーは忘れずに。名古屋飯はうまいぞ。うまいぞ。